はい、こんにちは。今日はストレスに関する話をしていきます。脳の負担をどうやって減らして作業効率アップしていくのかっていうのがテーマになっていきます。脳っていうのは非常に疲れやすくて、実は皆さんが1日の終わりに睡眠をとって体力を回復させているつもりでも脳は動いているケースがあったりするんですね。だから睡眠をとるにしても、質の高い睡眠がとれてなかったら朝起きた時になんか体が疲れてるなとか、しんどいなとか、眠いなって思うのは全て脳が発していることなんですね。だから体がどれだけ疲れてたとしても次の日にしっかりと起きることができるっていうのは脳が休めてるからなんですね。逆に体が万全な状態だったとしても脳が疲れていってしまうと、残念ながら次の日の朝だるいっていうような状態になってしまいますんで、そこをじゃあどうやって脳をうまくストレスといいますか負担を減らしていって、1日を元気に過ごす、次の日を元気に過ごすかっていうことを今日お話ししていきたいと思います。特に現代では、決めることが多いんですよね。脳への負担が半端ないと。実は脳っていうのは何か実行して体を酷使することよりも、何かを決める、そのやることを決めるまでがやっぱり一番エネルギーを使っているんですね。ですから実は皆さん自身がいやこれをやるって決めてしまった後に行動することっていうのはあんまり実は疲れなかったりするんですよ。だから休日とか皆さん朝起きた時に今日何しようかなって考えている時間の方が苦痛だったりしません？あれ脳が疲れてるんですよ。ところが朝一番にもう何をやるかとか今日一日のスケジュールはこれだって決まっている時の方が意外と行動がスッスッスッってなって、何かを始めるにあたってのなんか精神的抵抗っていうのは少なかったりするケースってあると思うんですけど、実はそういうことだったりします。で、例えばですけど1970年代と90年代と現代っていうのを比較していくと、スーパーで買い物をするにしても1回あたりのどの商品を今日のおかずにしようかしらとか、洗剤とかを買おうかしら、日用品を買おうかしらってなった時に、実は4倍以上の選択肢が増えているっていう結果が出てるんですね。この70年代90年代現代っていうのをこう比較していくと、トータルで 4倍以上の商品を選ばなくちゃいけないと。で、選択肢が多いほどやっぱり疲れてしまうという結果が出ています。で、これについては僕が以前の動画の中でもジャムを6種類から選ぶのと24種類から選ぶのとでどっちの方が結果的に買う確率が高かったかっていうと、24種類の方が確かに選んでいる時間は長いし選ぶ傾向は高かったんだけれども、結局買う確率っていうのは低くて、6種類っていうのは見る確率は24種類の方に比べると少ないんだけど、6種類の方が実は買う方確率の方が高かったっていう結果が出たりしてるんですよ。だから選ぶだけで疲れちゃって行動に移さない結構そういうことってありません？仕事にしろ勉強にしろ何からやろうかな、どのお客さんから手をつけようかなって思ってると疲れてしまってもうやらなくなってしまうと、あるいは、やるまでに腰が重くなってしまうっていうようなことが出てるんですね。で、脳っていうのは1秒間で60ビットまでの処理しかできないんですよね。そのビットっていうのがどのくらいの単位なのかっていうのはまたぜひご自身で調べていただきたいんですけども、約 7.5 バイトで、それがキロバイトとかメガバイトとかギガバイトとかっていうのを調べていくと、どれほどのものが全体でイメージつくかと思います。じゃあそういったいろんな選択肢が多いという中で脳の負担を減らしていくためにはできるだけどうしたらいいのかっていうと、選択肢を減らしていって集中できる環境づくりをして、そしてかつ適度な休憩を取るっていうこの3パターンですねっていうのが、選択肢を減らす、集中できる環境を作る、適度な休憩を取る、この3パターンが大事になってきます。ということで、じゃあその対策っていうのを各セクションでそれぞれ紹介を今日はしていこうと思います。ここまで大丈夫でしょうか？やっていきましょう。ということで、まず一つ目なんですが、これはもう当然っちゃ当然なんですけど、適度な休憩を取りましょうと。集中力っていうのは実はいろいろ説は出てるんですけれども、どんなに頑張っても1時間半と大学の講義と同じ時間ですよね。1時間半しか持たないので、1時間からだいたい2時間の作業、準備も含めてっていうことで2時間の作業ごとに15分程度の休憩とか仮眠とかっていうのを取るのが大事ですよと。で、休まない場合に働く8時間と休憩を取っての1日間の仕事をした後に15分程度の休憩を取っての作業効率で言ったら、8時間ぶっ通しで働いた方が適度に休憩を取ったのと比べると3分の1も生産性が低下しているっていう結果が出てますんで、15分1日間、仮に1時間ずつ取ったとして、トータルで1時間半くらいの休憩時間を取ったとしても3倍の生産性が上がるので、休憩はむしろ取った方がいいという結果です。ちなみに休憩時間中にスマホをいじるとかっていうのは NG です。これ脳が働いている状態になりますんで、もうぼーっと何もしないとか、もう完全に休み
めて寝てしまうっていう方が間違いなく脳の回復には OK です。適しています。それから2つ目に作業ごとに環境を変えると、これは仕事は職場、仕事するのは職場でやるとか、勉強するときはカフェというように決まった作業を決まった場所で行うと負担が軽減されていきます。これはなぜかというと、仕事するのは職場で集中するとか、カフェで勉強するときにはその脳がそういうモードに変更するっていう風に、脳がこれをやるときにはここです、これをここでやるときにはここですっていう風に、いわゆるコンフォートゾーン、自分が慣れ親しんだ場所で何をするかっていうのが決まっていることによって負担が減っていくという、そんなお話になります。それから3つ目にトゥードゥーリストを使いましょうと。さっきの休日1日何を過ごすかっていうのが決まってる方が1日のスタートもスムーズですよって話をしたんですが、まさにこの通りで、メモとか紙とかに1日のやることっていうのを書き出しておいて、でどういう順番で取り組んでいくのかっていう風に決めておくと、脳を使って考える暇っていうのをなくしますんで、あとは作業に移るだけということで、かなり軽減がされて作業効率が格段に上がっていくという結果が出ています。それから4つ目に短い作業でも時間割を作っていきましょうということです。時間を区切ることで、例えばプレゼンの資料を作るのは30分で、お客様の電話を対応するのを30分で、それからお客様先の提案資料を作るのに30分でっていう風に時間割をきちっと区切っていくというのが大事ですね。それも例えば提案資料を作るんだったら、テーマにどのくらいかけるか、中身にどのくらいかけるか、締めにどのくらいかけるかっていう風に細かく区切って、時間が来たらもう次に移るっていう風にしていく方が、もう自分の考えて作業をするっていう時間っていうのが極力削った状態になりますので、非常に作業効率が上がっていくと、脳の負担が減るという話になります。そして5つ目に、これは当たり前の話なんですが、よく寝るです。1つ目の休憩みたいなものですね。1日8時間っていうのが無理ということであれば、お昼休憩中に例えば1時間の休憩があるのであれば、30分程度で昼食をとって、で15分間好きなことをして、で15分間仮眠をとるっていうような区切りで休憩をとっていただくのが非常にいいのではないかなというふうに思います。私も最近はもうお昼ご飯さっと済ませて休憩を取らないと、皆さんおそらく経験したことあると思うんですけど、例えば12時のお昼休憩とって1時間ゆっくりご飯食べてっていうことをすると、もう1時半から3時までの間、地獄の時間じゃないです。何をしててもっていう感じで、多分もう眠気という悪魔に皆さん襲われてると思うんですけど、まさにそんな感じになってしまうんですが、15分の仮眠を取ることで、当然その日の作業がどれくらいあるかによってだいぶ変わるんですけれども、結構眠気に襲われるっていう頻度は仮眠を取らない時期と比べるとだいぶ減ったかなという気はします。ぜひ試していただけたらと思います。それから6つ目に整理整頓しすぎないということです。これ何かっていうと、当然机周りっていうのはすっきりしている方が、あれどこだっけ探す時間っていうのは減るんで負担はないんですけれども、逆にですね、その整理整頓することに意識を向けすぎてしまうと逆効果なんですね。だからどうやったら綺麗にできるっていう風に考えてしまうことによって脳がすり減っていってしまうので、自分の必要なものがどこにあるかっていうのをすぐに取り出せる状態であれば、多少見た目が汚くてもそれは問題ないっていう話ですので、整理整頓ばっかりに意識向けすぎると終わりますよと。よく高校生が受験勉強とか、あるいはテスト勉強とかをしているときに、夜中に、女の子とかですと、ちょっと鏡を見たときに、私の髪ボサボサじゃんとか、眉毛がもう乱れまくってるって言って作業をやり始めてしまうと、もう自分の顔を整えること、自分の髪型を整えることに一生懸命になってしまって、チュン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 、もう5時みたいな状態になってしまったりするんで、それが机周りでも同じような現象が起こってしまいますから、そこを注意してくださいということです。整理整頓は適度で OK ということです。そして最後に、仕事とプライベートは切り分けましょうです。脳はですね、結局一つのことしか集中できないんですよ。マルチタスクの方がいいとかっていう話を言われてるんですが、あれは脳科学を勉強したことのない方々の言い分ですから、脳科学っていうのをしっかりと勉強すると一つのことしか集中できません。皆さん自身も何を見るかっていうので考えてもらったら分かると思うんですけど、一人の例えば美しい女性とかかっこいい男性とかを見ているときに、他のものが目に映るかって言ったら目に映らないじゃないですか。それと同じなんですよ。脳も一つのことにしか集中して考えることができませんから、だいたい一つのことを集中しているつもりでも、2つ目3つ目っていう考えが浮かんでいるときっていうのはうまく喋れなかったりとか、うまく物事を考えなかったりとかするので、だからドラマを見ながら勉強したりとか、音楽を聴きながら本を読んだりとか、どっちもやってるつもりで、結局本の中身も全然入ってこないし、音楽も何の歌詞を言ってるのか分かんないという状態だったりしますので、そういうことです。だから結局は一つのことに集中しましょう。仕事をする日は仕事をする日、休む日は休む日、遊ぶ日は遊ぶ日っていうふうに完全に決めてしまって切り分けていくっていうことが、一番脳の負担の軽減をすることに近づくと
という話になります。ですから何をすればいいかっていうことも大事なんですが、どちらかというと脳の負担を減らすっていう意味ではしっかりと時間で区切っていくっていうことと、あとは逆に何をやめればいいのかっていうことによってストレスを減らすことができます。でストレスが減らされていけばいくほど何かをスタートするまでの時間とかっていう、まあ、無駄な時間っていうのが減らされていく結果になっていきますので、ぜひですね皆さんの中で無駄になっているなと思うことは一体何なのかっていうことを考えて、それを削ってしまってスタートアップまでの時間を早くして作業効率っていうのを高めていく、そんなことを実践してみていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。